しがらき旧石、宮町遺跡宮町遺跡東脇伝跡調道院から、丁道前例を望む宮町遺跡、または、しがらき旧石宮町地区は、滋賀県高架市しがらき町宮町にある古代、宮殿遺跡、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇が営んだ、しがらき宮跡に否定する説が、確実視される。 1980年から1982年度にかけて実施された遺跡分布調査とその際の聞き取り調査で昭和40年代前半に実施された補助整備事業の時に柱根や遺物が出土していたことが判明したため遺跡の存在が明らかになり1984年から発掘調査が進められているその出土した柱根は 地元住民の自宅に保管されていたが、1986年に奈良国立文化財研究所の光、谷匠が開発した年輪年代測定法によって、伐採年が天平14年秋から15年冬の間であることが判明し、宮町遺跡は、聖武天皇の死柄木具の候補地として一躍注目されることになった。2000年の調査で、 中心部分の巨大な建物跡が検出され、宮町遺跡がしがらき宮の宮殿部分であることが判明した。それ以前は大理屋地区が宮跡とされていたが、蒸気調査によって宮町遺跡が実際のしがらき宮跡であると考えられるようになった。現在では、大理屋地区は、聖武天皇の大仏造流に伴って建立された、甲賀寺跡とする説が主流である。 2005年3月には、宮町遺跡を含む19.3ヘクタールが、国の史跡、しがらき旧跡に、追加指定され、保存が図られている。当遺跡の確認と、ほぼ同時期に、新宮神社遺跡、丹野屋敷遺跡が確認されたため、しがらき宮市周辺の再調査が行われた。また、大事屋地区で発掘された遺物を展示する、資料室も、 宮町遺跡の関連として1998年から開設された。また、遺跡周辺の施設の整備も行われた。ただし、一部の施設は、東海自然歩道の施設に属している。なお、この遺跡の一部の須坂工事にあった橋の移行は、新名神高速道路建設時に、橋梁の場所と重なるため、失われた。ありがとうございます。